続いては魅力的な北のグルメが大集合です。今日から北海道展が福岡三越で始まりました。今回物価高の中で嬉しいお得な弁当も登場しています。北海道産などのカニがふんだんに乗った弁当に、北海道産の和牛が一面に敷き詰められた弁当。今日から福岡三越で始まったのは北海道の物産と観光展です。北海道定番のお菓子や美味しそうなグルメが並んでいて、会場多くの人でにぎわっています。北海道で人気の45店舗が一堂に会した今回のイベント、テーマはより北海道を皆様に身近に感じていただきたくて、ベーカリー、スイーツといったですね、身近なものの特集をさせていただいて、中でも一押しは北海道産小麦 100% のオリジナルバンズに、鉄板で焼き上げた牛肉 100% のパテを2枚、その上にオリジナルミートソースをかけた見た目も豪華なハンバーガーです。大きい、牛肉の旨味が口いっぱいに広がります。このオリジナルソースとの相性も抜群です。こちらは九州初登場、カップいっぱいに詰まった北海道産のいちごとマシュマロの上にいちごソフトクリームを乗せたほぼいちごソフト。甘酸っぱくて美味しい。いちごの酸味がソフトクリームの甘さを引き立ててる感じがします。さらに注目はこちら、こちら海鮮がたくさん入っていますが、このお値段見てください。1080円って書いてますよ。かなりお買い得ですよね。美味しそう。イクラやエビなど6種類の海鮮が盛りだくさんの弁当や、富良野和牛の焼肉弁当など5種類の弁当がなんと1080円。三越伊勢丹の無料で入れるアプリ会員限定で1日30セット販売されています。何買われたんですか？今日はですね、ラーメンとシューマイですかね。これ孫のね、お弁当にいいかなと思ってなかなか旅行ってなると行けないんですけど、美味しいものや珍しいものを行かずにデパートで買えるっていうのはすごくいいと思います。北海道の魅力たっぷりのイベントは今月27日まで楽しめます。